浜月さん、どうしました？どうしました？かわいい。カワディの練習してっすよ。いや、ささやきで、いや、ずっと言い続けなきゃいけないですよ。ずっと言い続けないといけないから、はい、それがどこまでこうできるかどうかみたいな。やっぱ日頃言っておかないと。はい、これぐらいでいいのかね。ささやきでいいのかね。なんか言ってればいいんじゃないですか。言ってれば、はい、まあでもね、先週ちょっとカバディの話したから、みんなも絶対調べてきてると思いますし、あ、なるほどね、カバディ絶対調べてきてるし、もう絶対ルールも完璧だと思う。ワンちゃんやってるかもしれませんよね。確かに、ね、そんな素晴らしいスポーツがあって、そう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 、覚えてますか、ちょっとやろうよみたいな。覚えてますか、カバディでしょ。そうですよ。覚えてるよ。ちょ言ってくださいよ。じゃあどんなスポーツか。カバディって言って言いながら人を持ち上げてぶん投げるスポーツ。ぶん投げる。だいぶ急に野蛮な感じになりました ね、はい、行かせない。行かせない。そう、タッチして戻らせない。ああ、でも覚えてる。そうそう、覚えててよかった。でもなんか結構まあ単純ですよね。そのなんか決まったこのエリアの中での、うん、なんか鬼ごっこじゃないですけど、まあね、なかなかさ、なんかこう行かせねえぜみたいなのはさ、うん、単純に子供の頃はやるじゃないですか、はいはいはい、それをなんかこうスポーツに昇華してくれるとありがたいですよね。なんかね、そうです、だから普通に遊べちゃうから、もっとこうやっぱ国技として小学校とかで昼休みに流行ってもいいぐらいですよ、うん、招待連みたいな。勝手に日本のスポーツにしちゃったけど、今全然どこの国から始まったのかすら知らんけど、土俵とかで怒られる。怒られる。さあ、まあですね、まあ、ちょっとスポーツの話をしてたんですけど、はい、うん、まあ、東京オリンピック2020のですね、うん、まあ、観戦チケット抽選を申し込みが締め切られたそうですよ。あれ、まあ、今はい、2018年でしたっけ。19です。あ、19年。分かんないです、もう怖くなってきました。あ、じゃあ来年ってことか。そうなんですよ、もう1年後には、でもう半年後には2020年になってます。まだまだだと思ってたけど、はい、意外と来年じゃん。そうなんですよね。聞いた時はもう何年後かぐらいな気持ちだったんですけど、ね、気づけばね、なんかタクシーがさ、はい、なんだろう、五輪仕様になっているというか、はい、模様、うん、が五輪のタクシーみたいなのがあるじゃないですか。なんかでももう合わせてその何ですか、タクシーはもう全部大きいやつになるらしいですよ。やっぱさ、はい、あれ大きい人がいっぱい来るであろうっていう、あ、まあ、多分その観光客の方々は荷物も多いと思うんで、多分それも含めて大きくしてるんじゃないですか。あ、なるほどね、はい、あれいいよね、大人気だよね。本当にもう全部あれでいい、うん、あれの何がいいって、なんかお尻のとこあったかくなるんですよ、ね、あ、そう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 。あれなんか一回乗った時に、いやこれ大人気ですよねって言ったら、そうなんですよ、この車をずっと待ってくれてる人もいるんです。いや本当に良いです。後部座席にヒーターあるのって結構すごいですよね。すごいですよね、うん、運転席とかは結構ある車も多いんですけど。全然何の話やの。しかも学生っぽくない。学生っぽくないよ。はい、というわけでそろそろ放課後始まります。本日もよろしくお願いします。大好きになったキャラクターと同じ時を過ごせたら、そんな夢を見たことはないですか。その夢を形にするキャラクタープロジェクト、それが雄星高校。雄星高校は僕たちが青春を謳歌している架空の高校。ここで僕たちは高校生活を送り、他の生徒たちと過ごし、いろいろな物語が生まれ成長していく。そんな高校の放課後に流れる校内放送、雄星高校ラジオ部アット部員募集中。はい、ということで皆様、放課後になりました。雄星高校ラジオ部部員、高坂初之助役天月です。同じく雄星高校ラジオ部部員、葛の葉賢子役山本和富です。さあ来年はオリンピックですね。あれ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 、
さっきまで今何年だっけ今何年だっけやばいよね。なんか見てみたい競技とかないんですか。まあでも何でも見てみたいよね広く。まあでもやっぱりこうね、せっかく日本でやるからには日本が強い競技は見たくないですか。あ、レスリング、あ、レスリングあるのかな。大活躍されるものは見たいですね。確かに体操とかもね、うん、強いですよね。なんかだってなんかまあやっぱ絶対テレビで見るのとは違うと思うんですよ。もう言ってしまえば本当に超人たちが目の前でやるわけじゃないですか。やっぱすごいのかな、すごいのかなっていうか気迫とかすごいのかな、やっぱそういうのこうね肌でそうだよ ね、 本当ね、空間が一緒だとね、テレビだから映ってないだけでもしかしたらね、うん、なんか間近で見たらなんかもうオーラとか見えるかもしれないじゃないですか。でだからそれによってさ、観客見てる方はもうすごい押し黙ってすっごい本当は会場静かなのに、なんかガヤみたいなんでこうわーみたいな SE とかが足されてるのかもしれない。可能性がある。そんなちょっと現実見たくないんでやめてもらっていいですか。いやでもそう、息を呑む感じも世界一なんですよ。世界一、うん、このまんまるい地球の中で一番を決めるんですよ。世界一なことあります。ないよそんないやないよ、何でもいいです、何でもいいです。世界一のこと、世界一のこと。あ、そうね、あのじゃあうちのあの飼ってるあのチェルタとマルタへの愛情はい、それではですね流星高校ラジオ部アット部員も集中、放課後の時間楽しんでください。流星高校ラジオ部アット部員募集中。改めまして天月です。改めまして山本和富です。この番組は流星高校からお送りしています。はい、あちょっと一瞬戻っちゃうんですけど、はい、まあ、なんかそのね、芸術作品とかってなんかこう良し悪しがあの、はい、なかなかあの人の感性で違うから分かりづらいなと思うんですけど。そうね、まあ、スポーツはもうコンクールとかあるけども分かっちゃうじゃないですか、うん、目に見えて結果が、うんうん、だから障害がね、そうな、もうそれはあのプロでもアマチュアでもそうじゃないですか、うん、結果が分かるっていうのはもう、うんうん、どっちがこう強いとか、うん、あのどっちの方がいい成績出したみたいなってなってくると、やっぱりなんか見たくないですか。見たくないですか。いやまあ見たいよ見たいか見たくないかで言ったら見たいですよそら。おー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 、まあでもね、はい、もっと多分見たい人いるだろうなって思う。あ、そういう話になってくるんですか。他者の話になってきますよ。なんか、はい、そうね。え、申し込みました？じゃオリンピック関数。ほらほらで抽選をだからして、はい、こう今かと待ち望んで、はいはい、お願い当たってくださいっていう人がさ、まあ、いるわけじゃん。いるわけです。それを僕なんかはさ、はい、もうあれ抽選とかやってたんですか、はい、みたいな感じだから、はいはい、うん、なんかもうすでになんだろう、もう負けてんすか。もう敗北者だよねなんかもうなんか戦う資格すら与えられていないっていう、はい、まあでもまだ、はい、あの売る可能性もあるんですよね。全然あの、まあ、もちろんキャンセルとかも出るでしょうし、全然いくらでも行けるチャンスはあると思うので、それはね見たいけどさ、うん、今までその東京でオリンピックが開催されるっていう経験がないから、うん、まあそうですね、なんか逆に実感がなくて、まあ確かにそのあ開催されるんだみたいな、なんか完全に人事ですね。そう、うん、なんか来年日本でやるんだけど、なんかどっかなんか海外でやるような気分、まあ、いや分かります、分かります。まだなんかだっていろいろ作ってるんですもんね、ちゃんと。そういうなんか感覚が
おはだから多分ね、来年の今頃テレビで指くわえて見て見ながら悔しい思いをしてると思う。いやでもちょっと楽しみですね、うん、そのなんかこう日本がどういう日本国内がどういう風に変わるのかみたいな。ああそう ね楽しみですね、うん、楽しみじゃあ、はい、普通オタをね、はい、読んでいこうかなと思います本日も。はい、ですね、ラジオネームめいごさんからいただきました。はい、山本さん、天月さん、こんにちは。こんにちは。なんだか急に暑くなりましたね、うん、我が家は早速クーラーが元気に稼働しています。夏を乗り切るおすすめの方法があればぜひ教えてくださいということで。お、夏を乗り切る方法。僕この時期はあれですね、はい、あの夏はスイカバー。あーいいですね。僕やっぱカルピス系のアイスめっちゃ好きなんですよね。あーでもなんかあれだな、あんま見かけなくなったな。あーまあ昔より確かに減ったかもな。爽やかでいいですよね。そうなんですよね。アイスボックスとかさ あったよね。あ、今もあるか。いや今もあれもちろんあります、あります。学生時代なんか食べてた食べてたっつって、うん、アイスボックス。僕全然もうすでに冷蔵庫の中にカルピスのアイスめっちゃもうありますもん。あ、本当、はい、あでもうちもスイカバーあるスイカバーでガリガリ君とか、はい、あと何で、あの木の実、木のアイスの実木の実とかいきなり原住民現れたかみたいな話になってくる。いや木の実冷蔵庫に保管してる。夏を乗り切る方法か、うん、何ですかね、うん、僕でもなんか意外と扇風機とかは使わないですね、うん、寝る時とか。なんかでもなんだろう、結構楽しみを見つけることとかかな、はい、なんだろう、キャンプとかさ、その夏ならではの、はい、まあ、川とかプールとかっていう、うん、結構川がね涼しいですよね。まあ、なんかそういうやはりアウトドアとしては夏でしょうね、うん、なんか避暑地的なところに行くとか、うん、公園の木陰とかでもいいですけどね。確かになんかあそういうちょっとほらワクワクしてきたぞ。あ、本当なんかね、あのセミとかもいっぱいいるから夏だ。そういやもう夏だ、うん、まだみーみーみーまだ6月なんか梅雨が待ってるんでえって思っちゃうから梅雨がいやいやいやみたいな、まだなんですけどみたいな。じゃあちょっともう一通ぐらいいいですか、はい、お願いします。はい、ペンネーム郵政高校保護者、はい、えなさんからです。天月さん、山本さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。最近家にある電話が鳴る機会がめっきり減りました。はあ、昔は家電から友達に電話をかけたりしていて、両親やご兄弟が出ると途端に緊張したものです。お二人は家にあるけど最近これ使ってないなってものとかありますか。あ、そもそもその家電っていう単語がなかなかこう、もちろん実家にありましたよ、うん、今だ家ないよね。どういうことですか。あ、一応家にしてちょっと端折りすぎちゃった家はあるよ、家のびっくりした電話機あ、まあもちろんあの自分の家にはないですけど実家にはありますよ、うん、あ、実家にはある、はい、あ、まあ、なんなら実家にもあるか。実家は僕が子供の頃、うん、まだ黒電話ありましたもん。あのウィーンって回してやるやつありました。ちょっとカバーとかかけちゃってね、うん、ありましたありました。でも多分これを聞いてる人たちには伝わらないのかな、もはや。まあでも今うちの実家もプッシュ音になってるからね、はい、プッシュ音、プッシュ音になってる、プッシュ音っていいね、うん、あ、そうか、プッシュ音、プッシュ音、G5 やつありました。いや、もう変わっちゃいましたけど、もちろんなんか喫茶店に電話置いてたりとか、あー、ピンクの10円、そうそう、薄いピンクのね、それもなんかG5 でも話が逸れちゃいましたけど、使わなくなったもの、うん、使わない家電。俺さ、あの、うん、なんだミキサー、はい、買ったんだけどさ、はい、そう、あのバナナとかさ、いちごとかをさ、はい、ジュースにしてさ健康的に暮らせればいいなと思って買ったんだけどさ理想は高くて、そう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 、全然使ってないんだよね、一回も使ってない。
バナナ買ってきてもそのまま食べちゃってさ、めんどくさいからなん、あのバナナとだから材料まで買ってくるの、はい、バナナと牛乳、はい、だけ買ってくるんだけどさ、だんだん賞味期限が迫ってくるから、はい、やばいやばいと思ってバナナはバナナ牛乳は牛乳としてそれじゃ全然ね、なんかねへめっきり減ったっていうか使ってないなんか、ね、触れてもないそも使ってないみたいな、うん、買ってから あります家の中でですか、はいはい、僕ですか家電家 電, いや家電はありますよ家電使ってない家電使ってない家電か、うん、なんだろうな家電好きですか買いますそもそもまあでも、うんまあ、最近ちょっとこう新しいものとかを買う機会が多かったんで何買ったんですかあ、まあ、単純にこう引っ越したからっていうのがあったんですけど はい、はいでもなんかね要はこんなに便利なものが出てるのかっていうようなのが増えましたねなんかそんななんか平安時代かなって来ちゃう違うんですよすごいんですよ最近の電子レンジとかあ、はいはい、なんか具材入れて、うん、でチンするじゃないですか、うん、カレーライスとかできるんですよあそう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 でもなんかさっぱりわかんないけどね、ま、うちもレンジ、はい、そういうやつなんだけどあそうなんですかそう、はい、でもなんか仕組みっていうかだって具材だけさその切ったりとかしないといけないじゃないですか一応だからなんか鍋に入れてみたいな鍋に入れてこう具材切って具材ともにこうポンって置いてったら、うん、作ってくれるそうそうそう、はい、メニューがいっぱいあってさ、はい、なんか全然使いこなせてないあ圧力鍋買ったけど全く一回も使ってないっす圧力鍋あカレー時短でできるとかかなんか圧力ってすごいんだぞってふんっつって魚の骨までこうあれでしょ柔らかく煮込めるやつでしょなんかすごいすごいらしくて買ったんですけどまだ圧力をかけるような機械がプレッシャーをかける機会がないはいありがとうはい、こんな風に、皆様からのふつおたお待ちしております、はい、雄星高校ラジオ部アット部員募集中雄星高校アイテム部雄星高校ラジオ部のツイッターと今放送しているラジオ部との期間限定連動企画です現在ゲーム部の方でアプリゲームを作っているのですが、うん、アプリリリースを記念してグッズを制作していますとね、はい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 、今日はですね、はい、なんと今日はなんと、はい、なんとそのグッズのデザインが、はい、できてきましたサンプルが上がってきました、はいねまあ、今こっちに手元にあるんですけども、はいまあ、スマホを入れることができるぐらいのサコッシュ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 覚えた覚えたサコッシュ学んだ、うん、でもサコッシュって何って説明しろって言われてもちょっと難しい確かに、うん、小物入れみたいな、うん、結構あのなんだろうなんかライブとか行く時にチケットホルダーとして使ったり、はいうん、あとそうスマホも入れられる僕なんかはね散歩とかにも使えそう、はい、なんかあれ流行ったじゃないですか手に持つバッグみたいな、ね、なんてハンドバッグちゃ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 あそうですクラッチバッグクラッチバッグ何それえなんかでも本当に 1,2 年前ぐらいめっちゃ流行ってマジではい、うん、だからそれだって肩からもかけられないし、うん、僕だったら絶対忘れちゃうなって思ったんですよ電車とかでね、はいうん、忘れそうでもそれがやはりみんなそのやっぱ不便さに気づいたのか、うん、今はこうですよサコッシュあもうね常に、はい、あの首から肩から下げてかけとけば忘れんぞとそうそうそう、そんな今は気づいたんですか皆さんもう僕なんか今あれですからねスマホ首から下げてますからねすぐどっか行くからまあ今回このね、うん、草コッシュがですね、はい、そのデザインは一応雄星高校の校章を使ったモノグラムデザイン
モノグラムデザインって書いてあるのを読んだだけなんで僕何か知らないんですけど、モノグラムデザインって、モノグラムってこういうなんか同じマークが、ああなるほどね、はい、覚えた、覚えました勉強になりました、はい、いやお互いねフロントはそのビニールカバーになっておりまして、はい、まあ、缶バッジとかも入れられますし、はい、紙とかを入れてもまあ雨にもね多少濡れても大丈夫かなって感じですかね、うん、アプリゲーム作ってて、リリースを記念して、これ作ってんすか、これめちゃめちゃすごくない、え、そうだよ、いやすごくないですか、あのね、なんか物がいい、いやそうめちゃめちゃ欲しい、どこからそんな趣旨が郵政高校の裏には何か巨大な組織が PTA 保護社会石油王とかいるんですかね、カンパニー親御さんたちの中に寄付金がね、寄付金が、はい、募られてる、ちょっと楽しみですね、結構かっこいいよね、そうですね、デザインもなんかおしゃれだね、これね、今さこう出てるデザインがこう、はい、なんだチョコレート色みたいな、チョコレート色、そう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 、と結構かわいい、チョコレート色と何色って言うんですか、これなんだろうね、ホワイトソース美味しそう、美味しそう、美味しそう、甘そう、うん、甘そう、甘そう、うん、結構でもこんなのをいただけた日にはちょっと、落ち着いた感じでね、うん、いい気分で、お外歩きていい気分っつっていや最近僕さお散歩のカバンを結構悩んでて、はい、おなんか散歩行くにはちょっと、うん、持ってるバッグが大きすぎて、うんうん、もうちょっとコンパクトにできたらなって思ってたりするので、あなんかおやつと、そんなあなたに、あなんとなんと今ならえこちらえプレゼント、やってー、現在制作中です、はい、いやでもちょっとね、はい、あのデザインも上がってきたので、はい、まあちょっとこのままどういう風になっていくのかというのを交互期待でございますね、はい、皆様ぜひとも楽しみにしててください、はい、以上郵政高校アイテム部でした。郵政高校ラジオ部アット部員募集中、新部活郵政高校動物部、動物部はその名の通り動物を通じていろんなことを学んでいきますよ、はは、今日もこの企画が楽しみで楽しみで、本当に夜しか眠れない、いや眠れてるじゃんね、今日は何が聞けるのかな、ラジオネームナノさんからでございます。天月さん、山本さん、こんにちは。こんにちは。突然ですが、私はミシシッピアカミミガメという種類のカメを飼っています。ミシシッピアカミミガメ、なんかアマゾンに流れてる川の名前みたいですね。もうミシシッピ川ですね。あ、それと関係あるんですか、ね、いやそりゃそうじゃないですか、全然関係ないのにミシシッピつけたらミシシッピが起こりますよう、ちのカメはメスなのですが、はい、よく暴れて水槽から脱走しようとしてしまいます、はい、多分お腹が空いた合図なのですが、脱走するのをつい応援したくなるほど頑張る姿が可愛く微笑ましいので、お二人にもぜひ拝見してほしいです。写真が手元にありますが、こうなんかなんだろう、すごいいい写真ですね。まずなんかこう、カメをのこのアングルであんま見ることないあの立ってるような状態でね、そう這い出そうとしてるから、あと手をさこう橋の入れ物にかけて、はい、なんかいやこれ絶対でも出れないでしょ、手長くないですか、意外と出るんですよね、意外とやっぱ出るんだな、かわいいなんだろう、なんだね、あの焦りがね感じられないのよね出よっかなーってあーみたいな感じ。カメってこう見るとなんか不思議な生き物だな、
あだって生まれてきた時からこの甲羅ついてるんですよね、うん、まあ、ヤドカリとかだとね、はい、なんか探したりしますからね。だってこれついてるんですよ、家付きですよ家付き、持ち家持ってそんなのもう生まれた時から勝ち組じゃないですか。勝ち組ですよマイホーム、そうマイホーム持ちでね、ちゃんと赤耳ガメって耳が耳のところ赤いんですね。かわいい、ね、かわいいな、ちょっとカメの良さが分かった気がする、うん、日向ぼっことかでさ、はい、首をさピンって伸ばして日向ぼっこしてるのかわいいね、カメ。確かに、ありがとうございます。以上、郵政高校動物部でした。今日の動物の秘密、カバー。人間を襲う危険な動物ランキング第3位、銅メダル。カバの時速は時速35キロ、ウサインボルトが37キロなので気を抜くとやられます。ちなみに肌がとても弱いです。郵政高校ラジオ部アット部員募集中、下校時間となりました、うん、さあ今日は、まあ、何今の、え何今の、えあえあ、そういう感じ、そういう感じね、なんかありました、まあ、夢の中の出来事的なね、なんかありました、なんかあった気がしたんだけど、なんか気のせいだったみたい。朝の番組とかでありません、うん、こういうの、ね、教育番組とかで、あー教育番組最近結構シュールだからね。あー、え、僕がシュールだったって言いたいってことですか。あーあーあーあそれではここで郵政高校からお知らせです。大好きなキャラクターと同じ時を過ごせたら、そんな夢を形にするキャラクタープロジェクト郵政高校、僕たちがいるゲーム部の他にもいろんな部活が始まる予定です。番組の公式ツイッターをチェックしてください。番組のツイッターハッシュタグはシャープユーラジ、ユーは漢字で遊ぶ、ラジはカタカナです。ラジオを聞き逃しても YouTube の郵政高校チャンネルで過去放送を聞くことができます。詳しくは Twitter のリンク先をチェックしてください。そしてスマホで見れる完全無料のコミックサイト、コミックパッシュで郵政高校ゲーム部のコミカライズが毎月第1土曜更新予定で連載中です。現在第14話まで無料公開中です。またパッシュプラスではユーラジの予告記事が配信前日金曜日に掲載されています。そちらもぜひチェックしてください。番組ではメールを募集しています。郵政高校お祭り部では、あなたの誕生日などハッピーな出来事を送ってきてください。僕たちがお祭り気分になってお祝いします。そして動物部では動物のエピソードを募集しています。飼っている動物の話、この動物知ってますか、動物ラブなメール待ってます。はい、そしてふつおたメールもお待ちしております。あなたのことや身の回りに起きた出来事などを僕たちに教えてください。番組のメールアドレスは youse@joqr.net、 youse@joqr.net です。はい、ということで皆さん本日もありがとうございました、うん、郵政高校ラジオ部あと部員募集中、お相手はラジオ部部員天月と同じくラジオ部部員山本和富でした。それでは来週のこの時間まで頑張りましょう。